ヨアニスコレティス、ヨアニスコレティス、ヨアニスコレティスとも、キ、オメガニューニューイータ、オメガラムダタウタウイータ。アルーマニア語、ヨアンコレティ、1773年1847年は、ギリシャ独立戦争とその後のギリシャ政界において、活躍した政治家。ロマンス語系言語を用いる少数民族である。アルーマニア民族出身。彼は生涯、ギリシャ民族 クスタネラを着用し続けた。コレティスは、イピロス地方、シラッコスで生まれ、イタリアのピサで医学の教育を受けた。当時イタリアで巻き起こっていた、カルボナリなどの民族主義思想の影響を受け、ギリシャのオスマン帝国からの独立運動に参加することになった。1813年彼は、イオアニアで医師を開業した。医療で成功を収め、 アリパシャの子であるムフタルパシャの寺院を務めるまでになった。1819年にギリシャ独立を目指す秘密組織フィリケーテリアに入りアルーマニア人村落でオスマン帝国に対する放棄を呼びかけたがトルコ側の弾圧に遭い失敗した。エピダブロスで開催された第一回ギリシャ国民会議に彼はイピロス地方の代表として参加した。 1822年には内務大臣の職に就いた。アストロスでの第2回国民会議以降では、エビア島の地方官に任命され、トルコ軍との戦闘に従事した。彼は、中央ギリシャにおける反乱軍を率いていたルメリ島に属し、1824年、クンデリオティスを原始とすることに反対するテオドロース、コロコドロニス率いるペロポネソス半島の反乱軍と対決。 これを撃破して、コロコトロニスを捕虜として、イドラへ投獄した。第三回国民議会では、トルコ軍の物資が集積されていたペロポネソス半島の街を攻撃するために、テッサリア、マケドニア地方から兵士を移送する任務に就いた。イワニス・カポディストリアスが1828年に、ナフプリオに到着すると彼は、サモス島の総督に任命された。翌年には、国防大臣となっている。 カポディストリアスの暗殺後は1832年まで内戦が続き、彼は再びルメリ島の指導者となった。彼はテオドロス・コロコトロニスとアウグスティノス・カポディストリアスとの3人で共同統治を試みたが、対立が深まり失敗に終わった。西欧列強により、国王に推挙されたオソン一世統治下で彼は陸海軍の大臣を歴任した。1835年には、 フランス駐在大使に任命されて、条約の調印や、借款の交渉に当たったが、これは、コレティスを政治の舞台から遠ざけるための処置であった。また、パリ駐在大使の間、ギリシャの民族衣装、フスタネラの着用を主張して、物議を醸している。コレティスは、パリ滞在中、フランソア・ピエール・ギヨームに依存と親密になったが、この関係が、フランス人らに、 ギリシャに関心を常にもたらせることになった。1843年9月3日、アテネで憲法制定を求めクーデターが発生すると彼は、ギリシャへ帰還して憲法制定議会の審議において重要な役割を果たし、ギリシャ王国外のギリシャ人、ヘテロフソン運動を唱えて、ギリシャ王国内のギリシャ人、アフトフソンによるギリシャ支配に反対、ギリシャの歴史、 ギリシャ民族に関わる国に住む者は誰であれ、ギリシャ人であると訴えた。こうして大ギリシャ主義であるメガリデアの定義が設定されることとなった。ありがとうございます。